南北の境界線では韓国の脱北者団体らが三代世襲に反対するビラおよそ10万枚を風船で飛ばしました。私の後ろに見えるのはこのような北朝鮮の三代世襲を終わらせようという内容が書かれたビラです。これから韓国の脱北者団体が北朝鮮へ向けて送ろうとしています。10万枚のビラは軍事境界線近くのイムジン学から巨大な風船に結びつけられて北朝鮮に向けて飛ばされました。エジプトやリビアで独裁政権が崩壊した事例を紹介し北朝鮮の住民にも放棄するよう呼びかけています。こうした風船ビラの散布に北朝鮮はこれまで強く反発していて直接攻撃するなどと警告していました。キム総書記が死亡した後ビラを飛ばしたのは今回が初めてのことです。